さんどうもこんにちは。得意な料理はいろいろあります。いろいろ。今日も元気に実況していきます。うつ主のみーです。おいこいつごまかしたぜ。食べる専門、霊夢ちゃんだよ。ある程度のものなら作れるマリサだぜ。ということで今回は過去に実況してきたゲームを、初心に帰ってまた実況してみようと思います。何個かゲームを実況していくよ。まず最初は伝説化しつつある、美味しいコロッケを作ろうからやっていくぜ。すっぺらピッチョンってよく聞くけど何って思う方も、このゲームの実況を見ればきっとすっぺらピッチョンが好きになることでしょう。そして日常の挨拶がすべてすっぺらピッチョンになることでしょう。それは問題だろ。遊び方はすごく簡単。正しい選択肢を選んでコロッケを作ろうってゲームだよ。コロッケ作り開始。まずはじめに何をする？ 1. じゃがいもを茹でる。 2. さつまいもを茹でる。 3. 私は自分が人間なのか蝶なのかわからなくなっていた。1だ。3は論外。正解は1だ。絶対3だと思ってた。なんでコロッケ作るってのに蝶なのか考えてんだよ。茹でたよ。次はどうする？じゃがいも3、次はどうします？もう話してるよ。ああ、潰すんですね。いいのかじゃがいも。跡形もなく潰すのじゃ。容赦ねえ。じゃがいもの中に偶然あなたがいた。ポテト。うつ主。忘れていたわ。このゲーム、正しい選択肢を選んでもコロッケは作れないと。遊び方が嘘まみれじゃねえか。さっきじゃがいもの中に閉じ込められたから、腹いせにぶん投げてやろう。何じゃがいもと喧嘩してんだよ。ゴス。広間で雑談していると、2階から鈍い音が聞こえてきた。な、何今の音？何この状況？カズミのその声は怯えに近かった。我々は音の正体を確かめるため、2階へと行ってみることにした。何やら事件の匂いね。あ、あなたは街で噂の、名探偵。違う違う。被害者の横にはジャガイモ。坂上さんか、死んでる。凶器は茹でたジャガイモか。どうやって茹でたジャガイモで人が死ぬんだよ。じゃあ、こんな、ひどい、一体、何が？私はもう犯人が誰だかわかっています。きっとみんなわかってると思うぜ。まったくジャガイモで殺害なんてそんなこと一体誰が？お前だよ、お前がやったんだ。ひとまず食堂に集まったが、みんな落ち着かない様子だ。当然だ、人が死んだのだ。僕は思わずこう叫んだ。犯人はこの中にいる。彼の死を無駄にするな。すっぺらピッチョン。すっぺらピッチョン。すっぺらピッチョンだー。よ、すっぺらピッチョン。私たちも実際すっぺらピッチョンって何かわかっていません。来るぞ来るぞ。すっぺらピッチョン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 。宴は三日三晩続き。アブダラ様が降臨した。ドワッハッハッハ。我こそ邪神アブダラ様。いやー、来ないでー。うわぁ。ほ。これでよし。こうしてアブダラ様は降臨してすぐ吹っ飛ばされたとさ。お次も伝説のスミバーガーを生み出した、こちらのゲームを実況していきます。あれは食いもんじゃねえ。いやいやいや、とっても美味しいヘルシーなハンバーガーだよ。そんなスミバーガーのことをまだまだ知らないって方も結構いると思うから、今回はいろいろな人にスミバーガーを広めよう。うん、それじゃあ人が多く集まってるサーバーに入って遊んでみるね。外国の方のサーバーに入ってみたぜ。これまたかなり荒れていますな。あ、このゲームは、お客さんのオーダーに従ってハンバーガーを作り席に運ぶってゲームです。そう、本来のゲーム内容としてはな。わらわら。よしよし、いい感じに燃えてきた。おお、これぞスミバーガーのパティだ。きっと、おい、なんだあれすげーって会話してるね。してねえよ。あ、ちょっと人のパティを何取ってんのよ。これ、危ないから外に捨ててくる。ああ、スミバーガーの具だー。いいぞ、そのまま外に捨ててこい。ちょ、頼むから返してー。ふう、危ない危ない。ちょっとそっち行ってどうすんのよ。よし、この辺でいいかな。うわー、人が閉じ込められてる。ちょ、あの人前回もいたよ。これでこの段ボールは燃えるな。炎ありがとねー。これがこのゲームの闇よ。すいません、大丈夫ですか？ハンバーガー食わせろー。わかりました、今スミバーガーを作ってきますね。お前とどめを刺す気か。今度は取られないように気をつけるのよ。いただき。うわー、言ってるそばからー。セーフ、なんとか取られずに済んだわ。はっはっはっは、これは誰にも渡さんぞ。まさかのスミバーガー争奪戦かよ。外に持っていくと取られそうだから、店内のお客さんに渡すよ。いやー、スミバーガーがこんなに人気になるとは、別の用途に使おうとしてただけだろ。あ、テーブルに火が移っちゃった。大丈夫、これも一つの演出だから。大炎上するわ。じゃあ、手に火がー。うわー、ちょ何してんだ、こっちに向けるなよ。皆さんチャットで散々悪口言ってやってください。ロシア語で散々書かれるだろうよ。すんませんしたー。おとなしくスミバーガーをまた作りました。これは誰が見ても食い物には見えねえな。ところが食べるとあら不思議、口の中に壮絶な苦味が広がり、ジャリジャリします。だからそれ食い物じゃねえよ。お、スミバーガー。嘘だろ。毎度ありがとうございます。ジャリ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 。めっちゃジャリジャリしてんじゃねえか。一度食べたら絶対にまた食べたくなるよ。
あ、そういえば外のおっさんどうなったかな。忘れてたよ。ちょっと確認しに行こうか。うわあ、めちゃくちゃ炎上してる。煙が立ち上ってんぞ。おじさん大丈夫ですか？いろいろなものが燃えてるわよ。うわあ、ハンバーガーもめっちゃ燃えてるし、段ボールがすごいことになってるよ。ぐへへへ、もっと燃えろ。皆さん、これがこのゲームの闇です。おい、ハンバーガー持ってきてくれたか？ほら、スーパーバーガー持ってきてやったぜ。そこにあったやつ拾っただけじゃねえか。おう、助かったぞ、ありがとう。やっぱりあげない。とはー、どうだーい。あいつはクマかよ。マリサもびっくりなど S だね。そして本日最後にお送りするのが、みんな大好きヤギ吉があらゆるものをぶっ壊しまくるゴートシミュレーターです。今日のこいつは随分アクロバットだな。今回はエンジェルモードっていうのをやってみたんだ。だから頭に輪っかがついているのね。あっはっはっは、今日の僕は体が軽いや。体が軽くなってもやることは毎回同じだろ。実はまだ行ってないところを見つけたので、今回はそこに行ってみようと思います。お前爆発関係ねえのになんで倒れんだよ。そりゃあ爆発の雰囲気で、このヤギ誰か止めろー。その目的地が隣町にあるので、隣町にやってきました。この町といったら遊園地だけど、それ以外に何かあった？特になかったような。いやいや、二人とも、それがあるんだよ。僕も前々から行ってみたかったんだよね。こちらが今回行きたかったところになります。なんだこれ、クジラか。これをお持ち帰りしちゃおうと。はぁ、どうやってだよ。それはヤギ吉の何でも引っ張る下で。マジで持って帰ろうってのかよ。そりゃあ身近でクジラが見たいじゃん。いただきます。ってあれ、舌がくっつかないぞ。このクジラ本物じゃなくて置物なんじゃねえか。わざわざこんなところに置物作る。そうだよ、これは絶対に本物のクジラよ。背中だからくっつかないのかもしれないわ。それなら。俺もここ連れて帰るだ。そんなこと5億年早いんだよ。クジラさんすんませんしたー。ということでクジラさんの圧倒的パワーに負けました。偽物なんて言って悪かったぜ。あれは間違いなく本物だ。でも僕こんなに飛んだこと今まで一度もないからクジラさんに感謝だよ。それはよかったよかった。次はクジラを捕まえられるモッドとか入れて次こそ捕まえたいわね。まだ諦めてねえのかよ。うふふふ、クジラ待ってなさい。ってことがあったんだけどさ、おっさんはおとりになってクジラの頭に近づいてよ。その隙に僕が引っ張るからさ。お前もまだ諦めてねえのか。説得は3日2晩続き、おっさんはクジラの餌になった。おさーん。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。